青寮中学校、高等学校とは、東京都品川区二葉一丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立中学校、高等学校。高等学校において、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では、高等学校、第二学年から混合して、クラスを編成する併設型中高一貫校。 校長は理事長の養子である青田康明。1995年現校名と共に教学科、学校改革を推進。近年、東大一橋東高大国公立大合格者を伸ばし進学校として知名度を上げてきている。エスラボが開始してからの卒業生が出る数年先にはさらなる期待ができると思われる。新校舎完成後、偏差値上昇。 入試倍率の上昇が顕著。英語教育の中には、英検、準2級以上の実力者のみ、参加可能の選抜取り出し授業があり、中学3年時に英検、準2級を取得できるよう目標を掲げている。2018年より、放課後自習施設 S ラボを運用開始、トムスと定型年に3度、全校生徒による一斉校内清掃を行う日を設けている。 毎年変更するシラバスに基づく授業を行っている。数学、英語は、深度別小数授業を実施している。週6日制である。頭髪検査があり、爪の長さや履いている靴下、髪の色や長さについての検査、指導がある。髪の長さは、耳や眉毛にかからない程度とされてある。高校3年生は、原則文化祭に参加できない。英語早朝学習。 朝読書、少人数ゼミ、予備校サテライト授業、放課後講習がある。いずれも参加希望制。長期の休みには、低料金で、各学科の特訓進学講座が開講される。年に1回以上、各学年ごとに、八ヶ岳に所有する、生卵寮という量で、新入生オリエンテーション、野外授業、スキー研修、英語サマーキャンプ等を開催している。しかし、 老朽化により、寮が閉鎖されたため、現在、宿泊場所は、一般の宿、ホテルとなっている。規則は、学校内に順次がし、ジュース、遊び道具、学校で禁止しているものを持っていくことは禁止である。また出発時の服装は制服であり、寮内では、私服行動となる。定期試験前には、質問の日を設定する。これは原則月曜日に設定され、 各教室に教員が配置され、生徒は各自教室に赴いて自由に教員に質問をすることができる。この時間中の部活動は禁止される。内部進学は原則全員進学できる。2018年首都圏284学習塾の塾長、教室長へのアンケートによる入学時の偏差値に比べ、 大学合格実績が高い中高一貫校、ランキングにおいて2位となった。学校立地は、非常によく、東急大井町線を利用しての世田谷区方面に、加え、横浜方面からの通学者が多い。千葉県からもアクセスよく1学年あたり10人以上、通学している。平成20年度募集は、中学200人、高校130人。受験者割合は、 女子よりも男子が多い。中学の志願者数は3000人、受験数は2000人を超える。2020年中学入試は 1A1 バイト、2A2 バイトの4回。ここ数年の倍率は上昇が顕著。午前入試が比較的合格しやすい。入試成績優秀者は特待生として入学金と1年間の授業料が免除される。入学後は その年度の成績で特待生が入れ替わる。英語の取り出し授業あり。参加資格は英検、準2級以上の実力があるもの。6月中旬に体育祭、9月中旬に青涼祭が開催される。体育祭は2015年度より中高別となり、高校は大井競馬場、中学は品川中央公園で開催される。期日は高校の方が早い。 2012年は9月22日23日に青涼祭が行われた。文化祭運営は生徒主体で行われている。文化祭実行委員は専用のつなぎを着用している。放送委員主体の体育館イベントの演出を担当する縁の下も活躍する。2006年には高校在学生が鳥のオリンピックの男子モーグルに出場した。ジョギング部。 旧来の部活動とは異なり、純粋にランニングトレーニングを楽しむクラブがある。週3回の活動で体づくりと勉強との両立を目指す。対外試合はなくスポーツ愛好とライフバランスの充実を目的として活動。都内でも珍しく新しい部活動のあり方として注目されている。奥山広市青陵高校の学校情報のワンポイント情報の冒頭による。 入学時に比べ大学合格実績が高い中高一貫校、補修授業が高評価。9年連続トップは安田健次、有敢富士、2018年11月30日、配信。ありがとうございます。